スピリッツリーダーのアンパンおしょうです。婚活ということでシリーズでお話をしています。まずやはりこういろんな婚活のお話を聞いていくと、その人の、感覚の中といいますかね、それぞれの人の感覚の中っていうもので、物事を考えている方が非常に多い。もちろんその人の感覚の中というのは、その感覚の外へ出ることっていうのは非常に難しいわけでありますけれども、一度ですねやはり甘美な感じではなく、きちっと自分というものを、内側をですね見ていただいて、その中で、自分がどんな方を、相手としてお付き合いをしたいのかという部分を、見ていただきたいなというふうに思います。それをですね明確にして、自分自身が婚活をすることが大事ではないかなというふうに思っております。もう一つはですね、私たちはスピリッツということで、魂の方から、見ていますと、実際にですね根性に生きている、魂はですね過去においてはいろんな方々と、やはり、結婚生活をしたりですねいろんな方とその仕事で関係を持ったりですね、そういった、魂の体験をいろいろしながらですね、根性の、今のこの体肉体を持ってですね、生きておりますんで、その過去に、知り合った人がですねまた根性に生きていて魂と魂の、知り合いといいますかね、ソウルメイトであったりですね、することもありますので、そういった意味では、なんていうんですかね魂がこう結ばれるというような、考え方もできるというふうに思います。魂についてはですね詳しく知りたいという方がいらっしゃいましたらまたご連絡をしていただければというふうに思います。よろしかったらチャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。